にちは、森です。はい、カメラマン山ちゃんです。今日は森ちゃんどこに来てますかね。今日は神奈川県平塚市にある湘南銀河橋ゴルフに来てます。はい、ありがとうございます。ショートコースとかバンカーとか練習場がいっぱいあるんで、ちょっとその辺を今使いながら、コースに行って役に立ちそうなレッスンって感じでやってまして、前回は顎近くのバンカーのちょっと打ち方っていうのをやってもらったんですけど、はい、今回もちょっとバンカーで、前回はもうちょっとキャリーがあればなだったんですけど、今回はうわーバンカーの近くコロ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 プロンって感じでボールだけバンカーに入っちゃったみたいな。はいはい、これはねマジショックです。もっとバンカー行ってくれよみたいなやつ。はい、これ無理っす。これ無理っす。無理っすってちなみになんですけど、どういうミスします？振りづらいからとりあえず、はい、あ、下手空振りに近いようなトップ僕出ますよこれ。あ、トップね、うん、あとそれを気にしすぎてすっごいなんかダフるみたいな、うん、なんか弱くなっちゃってそもそも全然飛ばないみたいな、うん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 、もうなんかとりあえず分かんないですなるほどね、 OK です。まあこれ見ての通りボールがめちゃめちゃ下にあるんで、もう足広げてとにかく重心を下げる、下げて、で下げすぎるんで体をねこう向こうに持っていきにくいから、まあ下げた状態でそのままボールの手前にヘッド入れてポンって打つもあり、うん、普通にこのまま出すだけだったらですよ、出すだけだったら下げた状態でこのままポンって打つだけでも別にいいけど、そうすると飛びすぎるじゃないですか。うん、なんで出すだけだったらそこで OK でも、これでもちょっとボール上げたいなっていう人もいるじゃないですか。すごかったに出しましたね。えあんな簡単出ないですよ多分振り抜こうとしちゃうから下げた重心が上がっちゃうんですよ、こうやって。それはあると思 う、 もう重心下げるだけで結構足疲れる、きついですよね。きついもう下げて、もう下げたままボールがここにはちょうどへこみあったったら、ボールの手前にヘッドポンって入れるだけ、入れるだけみたいな、下げるとボンって出るんで、もう出すだけだったらそれでいいかなっていう感じ。それでもいいよちょっとテク使うんだったら気持ちハンドレートにして、ちょっとフェース開いた状態にしといてあげる、そのまま同じように打ってあげるって感じかなと。あ、今深く入りすぎちゃった。なるほどね。そうでもはっきり今はっきりこうやったから、その分ちゃんとはっきり結果が出たって感じだよね。ちょっとボールが今ちょっと深く取りすぎちゃったけど、うん、ハンドレットにしてそのまま同じように打ってあげれば、なんか自然とちょっとなんだろう、わーってボールの勢いがなくてちょっと上にふわっと上がってくれるっていう感じ、うんうん、だから気持ちこう顎に近い時とかはちょっとハンドレットにしてポンって、もう振り抜く必要はもうあんまないですね、うんうん、あんま振り抜こうって意識はしなくて大丈夫です。ただ手前に入れるけど、出すだけだったらとにかく足広げて重心下げておいて手前にポンって入れるだけ、ちょっと上げたいだけはこれにプラスアルファハンドレートにした状態でポンって打ってあげるだけっていう感じ。なるほど。もうちょっと距離出したい場合とかはどうする？もうちょっと距離出したい時バンタ上げれば OK です。あ、振り幅はもうそんな感じなんだね。まあ振り幅でも大きくしてあげていいんですけど、振り幅を大きくしようとすると振ってフォロースルーも大きくしようとしちゃうじゃないですか。はい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 、でそこ意識しなければ、あまりフォロースルー意識しないで上げる方だけ大きくしてポーンってできるんだったらそれで OK です。うん、そうフォロースルーをが、まあ、大きく取っちゃうとなんか起き上がっちゃう、それになるよねそうだよね、そう思った思った。なるほどね。そう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 、あーこれはやばい、これはもういいこと聞いたいいこと聞いた、うん、下げたものは下げっぱなしで、まあ、普通につま先下がりと同じ原理なんですけどね、つま先下がり。あ、応用力ちょっと僕ないから足広げて下げて下げっぱなしで手前にポン終わりって感じ、うんうん、あとは特に必要ないから、そんなに難しいことは。だからそもそもこういう状況にいて寄せてやろうっていうのがなかなか難しいんで、まあ、こういう状況に行ったらもうあんまり寄せるとかじゃなくて、まあ、出ればいいやぐらいのメンタルでやってもらいたいかな、うんうんうん、普通じゃなさすぎる。なかなかこんなところで練習してるプロだっていないじゃないですか。まあ、そこだけ練習してもしょうがないよね。そこに行かない、そんなに行かないからね。そうそうそう、なんか確率で言ったらやっぱそのぐらいのメンタルで行かないと、うん、後にも先にもちょっとメンタルが沈みやすくなっちゃうかなって感じです、うん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 。
ありがとうございます。はい。打たなくていいんだけど、期待もう一個があって逆のパターン、こっちのパターン？そうそうそう、それは、はい、今回やった傾斜でスタンスが平らなところの要領でいいのか、ちょっとかかと側に重心を置いて。あ、そうです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 、それだけで大丈夫。こっちの方が全然簡単ですよね。うんうんうん。そうそうそう、ちゃんと応用聞くじゃないですか。まあ直後だから応用聞いてるわそういう感じ。はい、ありがとうございますありがとうございます。って感じで、まあ、今回の動画は、うん、ただのバンカーじゃないところ、はい、ところでやってみました。はい。で、まあ、ちょっと森ちゃんのレッスンを合計100本までやってみたいなってちょっと思ってて、あと30本ぐらいあって、はい、まあ、なんせネタ切れなのでぜひ、まあ、何でもいいっすよね、お上手な方から初めてやった人とかでも、うん、何でもいいんで、はい、できるだけちょっと答えられるようにしていきたいと思いますんで、はいはい、ぜひぜひコメントお願いしたいと思いますよろしくお願いします。はい、じゃあこんな感じで今回動画を終わります、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございました。